どうも、本日はいつものゲスト回の動画をお休みいたしまして、ラジオの回なんですが、何のラジオかと言いますと、完全に私の趣味なんですけど、4月27日からですね、シンガーソングライターのレオルさんという方の、ライブツアーがスタートいたしまして、それの初日の公演に行ってまいりました。名古屋公演に行ってまいりましたので、それのライブレポートを、ラジオでやろうかなと思っています。でまだツアー中ですので、ネタバレ厳禁ということで、セットリストですとか演出についてのネタバレは一切なしで、まあその会場に着く前とか、家出発するところからをもう収録してあるんですね。でそれをちょっとまあつなぎながら、まあノイズは結構入ってると思うんですが、屋外の収録なのでっていうのをつないでいって、まあライブに今回行けなかった方、もしくは行ってるけどもう一回あの日を追体験したいみたいな、あのライブ前のワクワクをちょっと味わいたいとか、雰囲気知りたいみたいな感じのラジオにしたいと思います。今後のラジオの企画でですね、まあ、私自身が好きなものについて喋る、がっつり喋るっていう企画をもう考えてはいるんですが、まあ、それに先駆けてというか、自分がね、茶子先生サイドが好きなものについて喋るのは最近やってないので、なんかゲストさんにね、ちょっとあなたの好きなもの教えてくださいって散々要求してるくせに、お前は好きなものについてじゃあ語らねえのかよっていう風なご意見もそろそろ出るのではないかと思いますので、じゃあ私の熱量お前どんなもんなんだっていうところをね、そろそろ証明していかなければならないのではないかと思いまして、まあ私も結構好きなものにはわーってのめり込むタイプですので、まあその片鱗をこのラジオでもどんどん出していけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。で今回ですね、どういう形式のライブレポートかっていうと、家出発するところからそのライブ会場着いて友人と合流して会場入る前までのその間にちょこちょこ音声回して、今こんな感じですみたいなのを、まあ、レポートする形式で何本か収録したので、それをガンガンつないでお出ししたいと思います。で一番最後にライブ終わって、まあ、翌日、まあ、今この状態の私ねがまとめの感想を述べていこうかなと思っていますので、はい、音質的には大変苦しい部分があると思いますので、そこについては本当に申し訳ありません、ご了承ください。というわけで、まあ、それでもいいよっていう方はこのままお聞きいただければと思います。それではレオルワンマンライブ劇場アラート名古屋編のライブレポートです。お楽しみください。あ、おはようございます。ちょっといつもとマイクの位置が違うので音質が違ったらすみません。ただいま2022年4月27日午前8時14分です。今日は私のね、好きなアーティストのレオルっていうシンガーソングライターがいるんですが、その久々のワンマンライブということで、初日の名古屋公演に参戦していこうかなと思っております。で、物販から並ぶので、ちょっと待ち時間暇かなと思いつつ、まあ、プラス、まあ、ライブレポみたいな記録、まあ、自分がね、楽しむためのライブレポっていうことで、ラジオも撮っておこうかなと思っています。基本音声のみでお届けするんですが、なんか、物販のところだけとかは、もしかしたら動画になるかもしれません。ならないかもしれません。YouTube でご覧の方は、もしよろしければご覧ください。普段のチャコラジでは、基本的に、好きなものがあるゲストさんを呼んで喋ってるんですが、たまには自分の好きなものの話もラジオに乗っけとこうっていうことでね、今日撮っております。存分に楽しみたいと思います。マジでほんと久々の娯楽っていうレベルで、外出してないっていうか、なんか遊びに行ってないっていうのがあるし、こんななんか遠足レベルで楽しくなるのは久々なので、本当にテンションが上がっています。で、どれくらいテンションが上がってるかっていうとね、昨日寝たのが1時40分ぐらいでした。結局0時ぐらいには床に着いてたんですけど、もう全然寝れなくて、なんかツイートしちゃうしすごいなんかね、そわそわしてました。で、朝も7時に起きる予定だったんですけど、目覚ましかけてない6時に起きちゃって、もうそこから覚醒しちゃって二度寝もできずっていう風で、そわそわしながらだらだら身支度をして今っていう風ですね。で、名古屋今日はね、本当は雨予報だったんですが、もう9時頃には
降水確率が 50% になって、それ以降はどんどん曇りから晴れっていう風でね、天候も回復しそうで何よりです。雨のライブめちゃ辛いので、気候もいいし久々のライブだしっていうことで、もうテンション爆上げでございます。それでは今からね、まあ、家出て電車に乗って名古屋に向かいたいと思います。今日はね、名古屋で友人と落ち合う約束をしてまして、その方と一緒にライブに参戦するので、まず合流しようっていうところですね。はい、それではレオルをご存知の方も知らない方も、ライブに行く方も行けない方も、久しく行ってないなっていう方も、このラジオで私の一日の追体験をしてみてください。それでは行ってきます。あ、めっちゃ波形メーター動いてる、やば、うるさ。今13時54分です。物販の開始が14時半からなんですが、今それまでに時間を潰して友人となんか近くの何これ広場みたいなところでダラダラ喋ってお酒飲んでます。ちょっと近くになんか高速道路が走ってるみたいなので、ものすごくノイズが入ってると思うんですが、勘弁ください。で、さっき友人と合流して、なんかね、会場がね、ゼップ名古屋なんですけど、で、開演が何時だっけ、6時半だっけ、6時半ぐらいで、それまで物販が2時半からなんで、まあお暇なんでね、だらだら喋ってるんですけど、なんか天候的にもちょうど曇りで、暑くもなく寒くもなくで、風が絶妙にあって、多分マイクボー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 風拾ってうるさいと思うんですけど、すみません。で、今物販待ちっていう感じですね。もうちょっとでみんな多分行列が始まると思うんですけど、今のところね、なんかライブの何ですか、T シャツを着た人とかグッズをめっちゃ持ってる人にはあんまり出くわしてなくて、なんかゼップ名古屋の近くに愛知大学があるので、その学生さんがめちゃくちゃ目立つっていうぐらいで、あんまりライブ勢は見受けられませんが、ちょっとこれから目撃するのか否かみたいな感じで楽しみに見張ってるんですけど見張ってる状態なんですけどそうなんですよね。めっちゃね、探偵のごとくの喋りながらなんですけど、あ、ちょっとさっきライブ T シャツ着た人見たよみたいなのをちょっと言い合って楽しんでる節はありますね。ちなみに私はあれですね、望月圭さんのデザインされたレオルのライブ T シャツではないんだけど、ファンクラブの T シャツを着ております。ファンクラブ解散記念だっけ、ファンクラブが閉鎖される時の記念っていうのか分かんないですけど、のグッズ T シャツを着てて、友人は私服みたいな感じで着てるので、だから意外と擬態してる方が多いのかなっていう印象ではあります。ライブ T シャツ着ずに私服で着てて、実はライブに参加する人だったみたいな人が多いのかなっていう印象ではありますが、まあ、とはいえね、全然ほぼ大学生じゃねえのっていう印象なんで、ここに本当に何千人か集うのかちょっと微妙なところではあるんですが、はい、というわけで今結構お酒は飲んでますねえ、何杯飲んだ？ 2? 今2本ね、私3本、私が3本飲んじゃって友人2本っていう感じなので、そうですね、やっぱ酔わないとねダメですよライブはもうダメです、もうダメだね、もう飲んじゃダメらしいんですけど、そんなあれですよ、かわいいスミノフとかかわいいやつを飲んでるんで全然大丈夫ですけど、一番びっくりしたのがあれですね、愛知大学のミニストップにはアルコールは売ってないっていうのが一番びっくりしましたけどね、タバコは売ってるんですけどアルコール売ってないんですよ。でちょっと離れたところにあるファミリーマートには普通にアルコールが売っているっていう、ちょっと謎のなんか販売商品が
だったんですけど、はい、そういう感じです。というわけで、多分次は物販並んでる途中か、物販もう買う直前ぐらいの模様をお届けしたいと思いますので、はい、ちょっとノイズたっぷりで大変申し訳ありませんが、はい、何時？2時になりました。2時現在のレポートは以上でございます。では引き続きお楽しみください。すいません、ノイズがきついと思いますが、今、午後14時32分です。ちょっと電車の音がやばいんだけど、音聞こえてるかな。今物販並んでる最中です。2時30分から物販が販売開始になるの で今多分何十人目かに並んでる感じなので、もうじき呼ばれるじゃない、順番が来ると思います。個人的に狙ってるのはカラビナですね。なんか鍵とか の束につけるなんか先端の金具みたいなやつを欲しいんですけど、それがレオルっていう形になってるので、それを買おうと思って並んでいます。はい、ちょっとノイズがきつかったらすみません。あと多分10分か15分以内には買えると思います。では次はもう物販直前のところで収録回したいと思います。今午後2時53分です。ちょっとノイズひどかったらすみません。今ね、物販の、列に並んでるんですが、あと多分20人以内で、私の番かなと思います。結構早くに、ね、並び始めたのでそんなに待っちゃないんですが、お目当てのカラビナを買いたいと思います。って言ってるうちにですね、ちょっと列が進みまして、もしかしたら音声がちょっと入ってるかもしれません。いきます。アルコール消毒をしまして、物販コーナーに入ってきました。なんか上りが立ってて、各アイテムの値段とかそういうのがね、なんか表示されてる上りが立ってる状態です。ここに入ってますので、もうちょっとで、販売ブースのところにたどり着くかなっていうところですけど、今 1LDK っていうね曲が販売ブースで流れてますね。今そういう状況です。はい、もうちょっとで買えます。今物販直前です。物販の番なんか順番直前です。今こんな感じですね。皆さん、スタッフの皆さん、なんかゴム手袋つけてもう準備万端で販売してます。はい、はい、この辺に並びますね。こういう感じで結構ブースが並んでいる状態ではあります。 1,2,3,4,5,6 個ぐらい窓口がありますかね。 5,6 個窓口があってっていう風ですかね。そこで物販をしてますね。 Q っていう曲が流れてますね。次が販売の並びます。カラビナ一つください。はい、ありがとうございます。というわけで無事買えました。レオルのファンクラブの方の、モバイルくじですね、これもやっていこうと思います。
ああファンクラブ限定のなんかくじみたいなのがあって、それの QR コードにアクセスしたんですが、見事参加賞でございました。はい、ちょっと風がすごいんですが、今17時52分、開演が16時30分で、会場に入る待ちの列に並んでいる状態ですね。でなんかさっきフォロワーさんに話を聞いたところ、さっきのなんかファンクラブ限定のなんか画面を見せると特典ステッカーが無条件でもらえるらしいっていうのを聞いたので、ちょっと入場直前にスタッフさんにその画面を見せてステッカーもらえるかどうかちょっとお試しをしたいと思います。もしダメだったらもうダメっていうことでダメなんでしょうけど、もらえるものはもらいたいのでちょっとお試ししてみたいと思います。17時56分です。もうそろそろ入場です。というわけでドリンク代と電子チケットを用意します。こちらチェック押してもらいます、はい、で赤丸は2本指でスライドお願いします。2本指で、はい、スライドで、はい、完了になります。これってどこでもらえます？これ中で今やってますので、はい、ありがとうございます。中でもらえるって、そうだね。ノイズがひどいと思いますが、今外でございます。今ですね、夜の23時26分、もうライブは終わりまして、かなり夜が深まってまいりました。一緒に来てた友人と飲み屋さんに行って、ちょっとね余韻に浸って、で今帰ってるっていう最中ですね。で今ホテルに向かって歩いてる感じですが、とにかくね今日はやっぱり余韻ですね。どうしてもこうちょっとなんか多分、まあ、人によると思うんですけど、前ゲストに来てもらったキャオさんなんかはね、ライブの後はもうぶち上げ状態、興奮が収まらないみたいなタイプだって言ってたんですが、私はどっちかっていうとなんか本当余韻に浸るみたいなタイプなのでかなり今ねちょっとセンチメンタルまではいかないんだけど、でもなんかしっとりしてる気持ちですね。なんか終わったなーっていう感覚を、すごくなんかそういう終わったなの余韻の温泉に浸かってる状態ですね。すごくなんかしみじみしてます。それがなんか悲しいとかそういうわけではなくて、とにかく今そこに浸ってたい、浸かってたいみたいな状態ではありますね。はい、ということでここまでライブ当日の様子をね 99% 音声でお届けしました。意外と物販ブースのこうざわざわガヤガヤした感じとか雑踏の感じが臨場感あって良かったのではって思ったんですけど、いかがでしたでしょうか。今喋っております、私は現在ライブから1日経った翌日4月28日に収録しております。まあ本日も大阪公演をねやってる真っ最中っていう風なんですが、私は今回名古屋だけ参戦でしたので、まあ今聞いてもらった音声レポートの補足がてら、まあ改めてライブ当日の全体を振り返ってみたいと思います。まあ冒頭おはようございますから始まったんですけど、マジで遠足気分のスタートを切っていましたね。あの瞬間は朝起きてもう身支度だいぶ整えて、あと出発するだけっていう時に撮ったんですね。でシンとした部屋で撮りました。
声はまあ割と落ち着いてる方かなとは思うんですけど、でも内心めちゃくちゃワクワクしてて、なんかその感じがねにじみ出てましたけど、あそうだ、で身支度整えてる時に私はなんか自分の中の儀式みたいなものが一応あって、あのレオルのライブに行く時限定でね、今現在レオルさんのファンクラブがレジットっていう、この間新しく発足したものなんですが、それより前に秘密結社 L っていうファンクラブが創立しましたっていう、その記念で創立記念のグッズが販売されてたことがあるんですけど、その中の一つに創立記念バッジっていう、なんかピンバッジみたいな、ほんとちっちゃいやつなんですけど、秘密結社 L のロゴマークみたいなのが入っている、見た目ブロンズっぽいバッジなんですけど、それが発売された以降のライブでは必ず衣類に身につけるようにしてた気がしますね。なんか単純になんかバッジってかっこよくて好きだなっていう、ほんとなんか気に入って買って身につけてたっていう風なんですね。もう今はファンクラブだからレジットなんで、秘密結社 L のバッジをつけてても正直別に何の意味もないんですよ。意味もないんですけど、私は結構ただならぬ思い入れがあって、っていうのもね、一回そのバッジなくしてるんですよ私。なんか当時そのバッジを気に入りすぎちゃって、なんかね出勤するとき、皆さんお忘れだと思いますが、私以前ですね、小学校の教員をやっておりまして、でその時に勤めてた時にですよ、通勤カバンにそのバッジをなぜかつけてたんですよ。アホでしょ絶対なくすやんっていう。で電車で通勤してたんですけど、当時まあ案の定満員電車でなくして、で朝毎日さ、そのバッジがあるかないかをちゃんと確かめて出勤してたわけ。あ、今日もあるなって思って、でなんか一個でもグッズを身につけてると自分がなんかレオルに守られてるような気分に当時なってて、もうそれぐらい本当に日々しんどかったんですね。もうレオルの曲ないとマジで死んでたと思うぐらい精神的になんか命綱みたいな風だったので、レオルの歌がねっていう意味で、そのお守り代わりにバッジをつけてたわけですよ、通勤カバンに。そしたらのなくしちゃったから、もうめちゃくちゃへこんだんですね。で確かなんですけど、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですが、そのバッジはなんか期間限定でしか販売してなかった気がするし、なんかね1回目販売したらすぐ売り切れちゃったんですよ。でなんか再販があったみたいな気がするけど、一定期間しか売ってなかった気がして、そのなくした時にはもう買えなかったんですね。めっちゃショックじゃないですか。2個買いとか全くしてなかったので私は。でそれの喪失感がものすごいえぐくって、っていうのをね、なんか前そのレオルのアカウントがツイッターで私あるんですけど、趣味アカウントとしてそっちの方でつぶやいて、もう落ち込みに落ち込んでたら、その次に私が行ったライブ会場でそのツイートを見てたあのフォロワーさんの一人がね、チャコさんこれどうぞとか言われて、えなんだと思ったら、そのバッチなんですよ、あげますって言われて、確かそれ2000円ぐらいするんですよ確かね。しかも今手に入らないのに、そんななんか数量限定みたいなものを私なんかにくれちゃっていいのとか言ったんですけど、なんかいつもお世話になってるんでこんなの全然ですよとか言って、もう本当に好意でくれたんですよっていうのがあって、もうそれ以来そのいただいたバッジをそのライブにつけていってるっていう風なんですね。だからもうもちろんそれ以降は通勤バッグにもらったバッジをつけるなんて愚かな真似はせずに、もうライブの時だけつけるっていう風で大事に大事に保管して今もっていう風なんですけど、そういう一旦なくしたんだけどフォロワーさんが好意でくれたっていうバッジなので、私は今の新しいファンクラブになってるけど構わずそれを好きでつけてますね。そういう意味でなんか絶対欠かすことができない勝負服、服じゃないけど、まあ勝負服的なアイテムの一つなんですね。で今喋ってて気づいたんですけど、今回さ、そのバッジは秘密結社 L の創立記念で作られたグッズだったんですけど、今回ライブに着てったあの服ね、 T シャツはさ、ファンクラブが閉鎖する時の閉鎖記念で作られたデザインの服だったわ。あのイラストレーターの望月圭さんがデザインしてる、あのデフォルメされたいろんな過去のライブ衣装のレオルが
6つ並んでるデザインの T シャツなんですけど、それを中に着てったから創立記念と閉鎖記念のアイテムと服が共存してるっていう、なんか今考えたらちょっと面白い状態で格好で行ったなって思うんですけど、はい。まあ、今回のライブ参戦服はそんな感じでしたね。今気づいたわ。はい。でまあそんなような格好でルンルンで出発したわけですけども、でさっきの音声にはなかったんですが、移動中ですよ。私はまあそれも儀式みたいなもので、自分のやっぱり気持ちを高めるためっていうのもあるんですけど、ワクワク感をね高めるために、もう過去のアルバムを古い順番に聞いていくっていうのがライブ前のまあルーティーンみたいな。でだから一番古いとそのノータイトルとかで、まあ極彩色みたいな風でどん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 遡っていて、一番最後に最近出たミニアルバム第6巻の曲までどんどん新しい今のレオルにどんどん近づいていくっていう風でテンションを上げていくんですけど、割と今までね、それをやってるとさ、電車間違えたり、私マジで方向音痴で、大変人に迷惑をかけてきた人間なんですけど、今回は電車も間違えなかったし、あと降りる駅をよくね、間違えたり逃したりするんですけど、それも間違わなかったので、スムーズに名古屋まで着きました。個人的にはすごく頑張ったポイントだと思います。で、まあ、早く着きすぎちゃったので、名古屋駅、名駅の近くにある一番近いタリーズに行って、朝食プラス、まあ、お手紙タイムに当てました。ファンレターは私過去に出したファンレター、一応、なんていうの？封筒にしまう前に全部写真撮ってるんですね。何書いたかとか、シャーペンで書いたのか、ボールペンで書いたのかとか、そういう細かいところを記録しておきたくて、全部写真に撮ってあるんですけど、で、前回書いたのいつだったかなーってカメラロールを遡ったら、その、さっき言ったバッジをフォロワーさんからもらったイベントで、社員総会っていうライブでした。それの時に書いたっきりだったので、まあ、約4年ぶりぐらいのお手紙になったのかな。その時はね、恐ろしいことにね、なんと10枚書いてまして、びっしりなんですけど、今回は5枚ぐらいには一応まとめました。で、書き損じ3枚。っていうのもね、前回は、その10枚書いた時はね、その書き損じで書き直してたら、絶対になんか書ききれないなっていうくらい書きたいことがありすぎて、もう、ほんと失礼を承知でシャーペンで書いたんですよ。もう、それも手紙の中に書いたんですけど。で、今回はもう一発で今思いついたことで書こうと思ってボールペンで書いたので、下書きなしで臨みました。あ、私毎回下書きするんですよ、必ず。そのファンレター書くときね。下書きっていうかなんかプロットみたいな。プロットっていうと、ちょっとなんか、ラジオみたいになってるんだけど。なんて言うんだろう。大体何書くかっていう見出しみたいなのは、わーって書き出すんですけど、それも一切なくって今回ボールペンで書いて一発書きでしたね。でそれ書こうと思ってさ、その席探してる時に店内ガーって見たんですけど、そうですね、30人ぐらい座れる店の中でライブ T シャツをとかグッズを持ってる人が 3,4 人いました。でその背中向いてたので目とかは合ってないんですけど、で私は私でレオルって大きく書かれたトートバッグ、黒いトートバッグを持ってたので、多分それを見ておって思った方も多分いらっしゃったんじゃないかなって思うんですけど、なんかそういうさ、初対面だしさ、声をかけるのははばかられるんだけど、でも身につけてるものが同じだから、あ、この人同志だってわかる状況結構好きなんですよね。自分が多分どこかで気づかれているだろうなっていうのもあるし、自分が一方的に、あ、この人同じ人だなって気づいてニヤニヤするっていうあの時間がめちゃくちゃ好きです。ライブ前ってそれやる喜びありませんか？楽しんでるところありますけどね。あ、この人、これ結構前のラバ版だからこの人前から好きな人なんだなみたいなのがニヤニヤ見てるのが好きですね。だいぶ不審者ですけど。はい。まあ、そんなこんなで、11時ぐらいに友人が新幹線で到着したので、名古屋駅で無事合流しまして。で、この友人っていうのがね、レオルつながりの友人です。で、前々から連番をずっとしたいなって思ってたんですけど、なかなかね、名古屋公演じゃないと私はもう最近行けないので、その名古屋で来れる時、
どっちも行ける時っていうのがなかなかなくってっていうので、今回劇場アラートは名古屋行くのでどうですかっていう風になって、やっとっていう感じで、本当に念願っていう感じの連番でしたね。でも適当にお昼をなんかファミレスで食べて、で、ちょっと早かったんですけど、もう12時ぐらいだったんですけど、まあ一応会場見に行くっていうことで、徒歩で会場に向かいました。今回の会場はゼップ名古屋。私、ゼップ名古屋初めて行ったんですけど、愛知大学がすぐ、本当にすぐ近くにあって、その大学を中心とした、なんかもう都市が出来上がっているみたいな、おしゃれな空間でしたね。おしゃれなエリアというか、スターバックスとかコメダとか、喫茶店系はもちろんいっぱいあるし、で、コンビニも大学の一番1階のところにミニストップがあって、で、ちょっと離れたところにファミマもあるし、で、大学の目の前の通りを挟んだ向かい側の建物には多分結婚式場もあるのかな？なんか、新郎新婦が前撮りの写真撮影をしてるところに出くわしたので、ああ、そんな施設まであるんだ、とか思いつつ、とか、ホテルとか、大きい会社のビルが、なんかその辺にボン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 って立ってて、とにかくこのクソデカ商業施設がいっぱい集ってる場所なんですね。で、そこの一角にゼップ名古屋がポンってあるんですけど、その一度、まあ、会場の場所を確認して、まあ、アナウンス通りグッズ販売が14時半からだったので、まあそれまでの暇つぶしできそうな場所をちょっと探してました。で、その大学が縦にも横にもとにかくでかいんですけど、で、その学生たちの多分、まあ、休憩スペース的なあれで、大学のすぐそばに芝生とレンガ敷きの小道のある広場がありまして、で、そこの中にベンチがいくつかあったんですね。そのベンチを拠点にすることにしました、今回は。で、その良かったのが、ベンチとベンチがこうバラバラに設置してあって、かなり間隔が広いんですよ。なので、こう会話が周りに聞こえることがない、だだっ広い空間だったっていうのもあって、で、しかも当日ね、曇ってたので、屋根がないんですけど、で、風もあったし、気候的にもかなりベストコンディションだったと思います。で、まあそういう場所を確保して、近くで買ったお酒をね、二人で飲んだり、あとスナック菓子食べたりして、でもひたすらおしゃべりしてましたね。で、その時ね、もうお酒が切れるたんびに、コンビニを往復してましたけど、ファミリーマートさん、本当ありがとうございました。さっきの音声の中で、やっぱ酔わなきゃダメですね、ライブは、とか言ってたんですけど、そんなことないですからね。マジでそんなことない。何を言ってるんですかね。レオルさんの楽曲、You Raise Me の中でも、シラフで飛べなきゃ嘘じゃんかって、レオルも言ってるだろうっていうことで、シラフで飛べろよっていう話なんですけど、まあ、過去のライブではね、ちゃんとシラフでも飛べた経験が、実績がありますので、まあ、いいだろうっていうことで、飲んでますけど。がっつり飲んでますけどね。で、もう、とにかくさ、その時間はね、私的にはおしゃべりが楽しすぎて、で、その友人に、あれ、チャコさん収録するって言ってませんでしたっけって言われて、あ、そういえばそうでしたねとか言われるまで、収録の存在を私の方が忘れてたくらい、もうお話しするのは楽しかったですね。事前に、ラジオの収録多分ちょこちょこすると思いますとは伝えてたんですけど、私より向こうの方が覚えてたっていう。まあでも、そのなんか、やっぱライブ自体もその久々すぎるってのはあるんですけど、その友人の方もさ、遠くに住んでるのでなかなか会えないし、そのライブで会えたらいいですねって言ってる最中にもこう、積もる話もあったので、個人的にはすごくね、濃い話ができて、ほんと楽しかったです。ありがとうございました。まあ、今までのライブだったら、なんだろうね、カラオケに行くことが多かったかなと思いますね。もうワイワイ。なんだろう、7、8人とかで集うと、やっぱりカラオケで過ごしたりするのが、まあ、長いできるしね。夏だったら涼しく過ごせるっていうので、今までそれが多かったんですけど、あとカフェでほんとぼーっと過ごしたりすることとか、が日向ぼっこしたりしてね。それはそれでめちゃくちゃ楽しいんですけど、やっぱなんかその、気候的なコンディションが噛み合うと、今回みたいに外でひたすら喋ったりするのもいいなーって思いました。こういう時間の記憶っていうのは、もうほんと今後ずっと忘れないだろうなーってのも思いますね。貴重な体験でした。で、まあそうこうしてるうちに、
まあ、物販があって、まあ、無事ね今回カラビナだけ買ったんですけど、でその私勘違いしてたんですけど、なんかファンクラブ限定のくじがあるっていうのを言ったと思うんですね、さっきの収録の中で。でそのくじ自体は参加賞だったんですけど、私それで終わりだと思ったんですよ。そしたらその一緒に連番した友人とは別のフォロワーの友人がいるんですけど、あの Y ちゃんっていうのがねY ちゃんがいるんですけど、 Y ちゃんが私参加賞だったって言ってんのに、その青いステッカーを持ってるんですよ。で、私はその青いステッカーが、あの、当たりの方だと勘違いしてて、え、当たったの？おめでとうおめでとうとか言って、え、何チャコ何言ってんのとか言って、私参加賞だよ、これみんなもらえるんだよとか言って、で、私はそれ信じてないから、え、もらってないって、あなたは当たったんだよとか言ってさ、クソでかい声でうるせえの。ワイちゃんは、いや、私は参加賞でこれもらえたんだって、とか言って、嘘じゃないから、みたいな、押し問答があってですね。で、あの、一旦そのことはバイバイしたんですけど、で、後で LINE くれて、やっぱチャコ、これはね、全員もらえるやつだったわ、とか言って、詳細をなんかスクショしてくれて、この画面をこうやって見せたら、これで交換できるから、言ってみ？とか言われて、マジでありがとうっつって、で結局もう会場に後で戻ったらもう物販コーナー解体されてたので、入場後にドリンクとかを受け取る直前のコーナーにそのステッカー交換ブースがまた設置されてて、そこでその Y ちゃんに教えてもらったやり方でお願いしたら無事もらえまして、もうその情報聞き逃さなくてよかったと思って、あれ会場限定なので逃したらね、取得権利はなくなってしまっていたところだったので、お土産が1個減るところだったから、めっちゃもったいないことしたなってなる前に気づけてよかったです。 Y ちゃんありがとうマジでありがとう、助かりました。でさっきの音声ではね、あの今から入場しますとか言っていきなりもうライブ終わって、で飲みも友人との飲みも終わってホテルに着く直前のところからスタートするんですけど、大変申し訳ありません。あの当然ですけどね、会場入ったら録音とかできないので、じゃあ今からライブ会場行ってきます、ではまた後で収録しますみたいなつなぎの音声が取れなかったんで、ちょっとややこしい、いきなりジャンプしてる感じになって申し訳ないんですが、まあでもね、ライブの直後にも本当は撮ろうと思ってたんですよ、収録しようと思ったんだけど、まあ無理でしたね。放心状態すぎて収録はできませんでした。で、ちなみになんですけど、ライブ中はね、もちろん演出とかに関するネタバレはなしで喋りますので安心してくださいね。で、ライブ中は私、もうどうせ忘れると思ってセットリストをメモしてました。さっき言ってたファンレターの書き損じた手紙の便箋とボールペンを座席に置いて、曲が始まるたんびにパッとメモしてさっと置くっていうのを繰り返してました。めっちゃ字汚いんですけど、とにかくそれをやりましたね。ほんと記憶なくなっちゃうので、あ、そうで、今回座席指定なんですけど、そのアコースティックライブではないので、そのずっと座って聞くっていうタイプではなかったです。なんて言うんだろうな、重ねるタイプの四角い椅子、あのライブハウスとかである、あの軽い椅子あるじゃないですか、あれがバーって置いてあるっていう風だったので、パイプ椅子ほどチャッチくはないんですけど、まあだから結構足元の感覚もまあそんなめちゃくちゃ広くはないんだけど、こう両足踏ん張ってヘドバンできるくらいの空間はきっちりあったので、そこまで狭いなとは感じませんでした。でも当然声は出せないんですけど、別にジャンプも結構させてくれてたし、その何上がる曲とかはね、ジャンプもありだったし、そのヘドバン死ぬほどできたし、あーでもあれでしたね、一つ失態だったのがね、セトリの序盤ら辺で私の手がね、手かタオルが私の右隣の友人ではない方のお客さんに当たってしまったみたいで、でたまたまその当たっちゃったかもしれない曲の次の曲に入る曲と曲の間に無音の時間というか、タイミングがあったので、そこで当たってたらごめんなさいっていう風に謝罪はしたんですけど、ちょっとそれは申し訳なかったですね。なんかそこからは後半も絶対当たらんとこって思って若干その友人寄りの方にスペースを10センチぐらいは寄せてましたけど、やっぱりね、盛り上がるのはいいんですけど、それで迷惑をね、やっぱ人にかけてはならないと思いますんで。これ。何歳だよ ?30 だぞ、私。やばいだろ。何を喋ってるんだ、本当に。本当にすいませんでした、もう。お隣のお客さん、申し訳なかったです。
で、本当はその演出とか瀬戸利について思うところがいろいろあるので、ちょっと喋りたいんですけど、まあ、言えないので、ツアーがね、5月の半ばまで続くんですよ、今回。なんですけど、今度、福岡公演に行く友人が、茶子先生のあの、推し授業ね、ゲストの動画に出たいって言ってくれたので、全部のライブのツアーが終わったら収録して、また動画になると思います。動画出せると思いますので、早かったら6月か7月頃に YouTube の方で公開できると思いますので、ライブの具体的な中身についてのレポートはそちらでやりたいと思いますので、お楽しみに。で、ライブ直後はですね、やっぱ疲れてるのもあって、あんまり喋れなかったですね。あの、友人はすごく、なんていうの？同じぐらい疲れてるはずなのに、めっちゃ終わった後、ちょっと飲んだんですけど、居酒屋さんに行って飲んだんですけど、それのなんかお店調べてくれたり、あと私地図がマジで読めないんで、なんかその辺も、もう大体わかりますみたいな、こっちの方向ですみたいな感じで、あの、リードしてくれたので、すげえ助かりました。ありがとうございました。で、居酒屋へ着いて、まあ、その、私は半ば放心状態なんですけど、まあ、それでもちょっと、あの、感想とかは言い合ったりしてて、で、その時に私がセットリストをメモしてたやつを、紙を出してきたんですけど、その、明るいところに出すとさ、全然読めないんですよ。もう、ミミズがのたくったみたいな字で、ぐっちゃぐちゃで、英語かっていうぐらい、全部日本語で書いてあるんですよ。ひらがなとか漢字でバーって書いてあるんだけど、英語のぐちゃぐちゃの筆記体みたいになってて、もう全く読めないんですよね。で、自分の字の解読作業が始まって、その汚い字の隣に赤で、多分これはこういうタイトルみたいな感じでバーって書いていって。そんなんでしたね。で、なんかお互いにその演出とか衣装とかについての感想を言ってたんですけど、それ言ってる最中に私がね、ある演出の意図についての仮説が突然思い浮かんでしまって、めちゃくちゃこれだったらエモくないですかみたいなことを言ってて、すごいそこで盛り上がってましたね。で、多分この仮説はもちろんね、間違ってるんですけど、あの、今度その福岡公演に行くゲストさんと喋るときに、まあ、全公演その時は終わってると思うので、その動画の中で私のその思いついた妄想について発表すると思いますので、一回のファンのくだらない妄想をね、ぜひそこで笑い飛ばしていただきたいなと思います。はい。で、まあ、友人は夜行バスで帰るってことで、0時前に解散しまして、私は近くのカプセルホテルに向かいました。それがさっきの音源ですね。で、私ね、ライブの日はできるだけね、家に直帰じゃなくて、外の施設に泊まるように心がけてはいて、っていうのがね、これは多分私だけなんですけど、ライブの余韻の途中で家に帰ると家族に会うじゃないですか。家族と会話するとね、めちゃくちゃ萎えるんですよ、私。その感想を言いたいとかじゃなくて、その、なんていうの、家族がさ、同じくレオルが大好きだったらそれ話が別なんですけど、まあ、基本的にはその、あなたが好きなアーティストのライブに行ったのねっていうスタンスで、もちろん家族は返してくるので、その、なんですかね、現実に帰る感じが一番強いので、余韻が破壊されてしまうんですよ。それは別に家族のせいじゃなくて、自分の感情の、バランスが取れなくなっちゃうっていう意味で、自分のせいなんですけどね。で、だから、できるだけ、ライブの日は、ホテルとか、なんか、カラオケとか、なんだろう、漫画喫茶とか、どこでもいいんだけど、とにかく家以外の場所で泊まって、で、次の日、家に帰るまでに、こう、ゆっくりと、非日常の世界から、日常に移行していく。なんか、そうしないと社会復帰できないんですよ。体を慣らしていくみたいな期間が、時間が必要なんですね。だからできるだけ外に泊まるようにしてました。で、結構ホテルに泊まるのは泊まるでね、また難しさがあって、あの、メンタルに来るところがあるんですよ。それはなんかもう私の感受性がさ、あの、多分ライブ直後で鋭敏になりすぎてるだけなんですけど、次の日朝起きるじゃないですか。で、まあ着替えてそのホテルを出ていくんですが、その、身支度の途中で、ライブのグッズとか、まあ、例えば私だったら帽子を持って行ってるし、その、レオルってロゴが入ってるでっかいカバンとかを持って行ってるんですけど、そういうのが目に入ると、もう二度と繰り返さない昨日のライブの思い出っていうものに、こう、意識が行ってしまって、もうその一瞬でね、虚しくなるの。楽しかった昨日もうめっちゃ楽しかったな帰るぞっていう風に、
ポジティブになれなくって素直に振り返れないので、なんかね陰鬱な感情になっちゃうんですよね。めっちゃ暗くなるの。これ損ですよね。自分でも損だなって思うんだけど。で、あともう一個しんどいのが、ホテルを出てその大通りに出る時の第一歩もきついですね。昨日の夜は味方だった気がしてたんですよ、名古屋の街が。もうライブが終わった私の余韻をこう後押ししてくれるかのように包み込んでくれるような街だと思っていたのにさ、朝日がさんさんと照っていてですね、青空なわけですよ。で、車がビュンビュン行き交っていて、出勤途中のビジネスマンとか当たり前のように労働をしている方々がね、こうたくさん街の中を歩いてらっしゃって、まだ非日常の世界からこう自分が精神的に帰ってこれてないので、そこからこう自分が世界から浮いてしまってるような感じに思えてしまって、すごい現実を突きつけられているような感覚がものすごく刺さってね、辛いんですよね。本当に辛いなって思う。ああ、なんか自分まだ現世に意識が戻っていってないなみたいな、リアルの世界に帰ってこれない、いつまでもライブの世界にいるなって思っちゃうんですよ。そこから抜け出すまでがやっぱ辛いですね。ただでも自分の中で、あらかじめその虚しさは予想してたのでね、虚しさを乗り越えるためのプレイリストを作ってるんですよ。これはもうほんと数年前からずっと作ってあって固定なんですけど、で、その曲を聴いて徐々に普段の自分のメンタルに戻ってくるっていうのがライブ後のルーティーンですかね。私と同じタイプの人はこれ事前に自分なりのプレイリストをね作っておくのがおすすめです。ライブ終わった後にこのプレイリストを作るのはもうそれ自体がしんどくなっちゃう可能性があるのでね、事前に自分のメンタルに合ったプレイリストを作っておくのがおすすめです。まあ、っていうのがね、今回のライブのまあお家に帰るまでの一部始終かなって思うんですけど、まあというわけで長々喋ってしまいましたが、今回のレオルワンマンライブ劇場アラートのライブレポートはこれにて終了とさせていただきますが、今喋ってる中で、なんかね、そのライブ以外にも、こう実際に体をね、その場に持って行って、体験しなきゃ、こうドーパミンが出ないタイプのエンタメって、なんかめちゃたくさんあるなと思って。で、そういうのを好きな人とね、一緒に行けたりやれたりしたら、こうやっぱその人の、めちゃ熱量に触れたいっていうのが私はあるので、面白そうだなっていうのがいっぱい思い浮かんだんですよ。っていうのをちょっとこの後喋ろうと思ったんですけど、1時間平気で超えそうなので、この後すぐ収録して、明日か明後日ぐらいに配信したいなと思っています。なんか自分のこう趣味がさ、狭すぎて、人と共有できなくって、なんかもどかしい思いをしてる人とかには、ああ、わかる、それ人とやれたら最高、みたいな、そういうなんかあるある紹介しつつ、こんなのが好きな人とこれを一緒にやりたい、みたいなのをダラダラ喋る回をね、雑談会として次回は出したいと思いますので、もしよろしければそちらも聞いてやってください。で、今回のラジオの感想などもしありましたら、お気軽に YouTube でご覧の方は YouTube のコメント、もしくはメールアドレスチャコラジアットマーク gmail.com、 Google のお便りフォームもありますし、また Twitter ではハッシュタグチャコラジとつけていただくとお便り紹介させていただきますので、ガンガンお寄せください。というわけで本日は以上でございます。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。